はい、皆さんこんにちは。スポーツビジネスゼミでございます。はい、ということで、今日の話のテーマは何でしょうか。はい、こんにちは、すいません。はい、今日は第3次スポーツ基本計画の答申ということで、タスクさんが Facebook で出されてたと思うんですけど、なんか以前からその街づくりみたいなイメージっていうのとその関係することなのかなって言われてたことと、っていうところちょっと教えていただければと思うんですけど、はい、ありがとうございます。はい、そうだね、そのこの前 Facebook ちょうど先週かな、載せたんですけど、この4月から始まるそのスポーツ基本計画、第3期っていうのが始まるんですけど、今は第2期中なんですね、この3月までは。で、そのまま4月から始まり、ことに対してのね、答申という形で、なんだろう、こういう、政府に対してね、伝えるというような感じなんだけど、こういうふうにやりますよっていうようなことが発表されたということなんですね。なるほど。で、その中で、この動画でも、いつもお話をしてますけども、スポーツによる地方創生と、ね、よく、ね、はい、僕がも、言ってるのがね、しっかりと書かれてたんだよね。なのでちょっとその今スポーツの地方創生っていうところの51ページの方に書いてあったんだけど、そこを一部ねちょっと読ませてもらうと、スポーツによる地方創生にあたっては、従来のスポーツから地域振興へのアプローチを一歩進めて、むしろ地域振興からスポーツへアプローチする逆転の発想に立ち、スポーツを地方創生に積極的に活用していくことが重要であると、こういうことを書いてあるんですね。はい。なので、いつもね、この僕がスポーツ地域では解決するみたいなこともそうなんだけど、やっぱりほらスポーツの人がさ、こうスポーツクラブ作らせてくださいとか、行政に僕たちがスポーツしたいから何か仕事くださいみたいな話って、スポーツ側の勝手なんだけど、そうじゃなくて、この地方創生とか地域をね盛り上げましょうとか活性化させましょうっていう、行政さんだったりとかそういった立場の人が、むしろスポーツを使う、向こう側からスポーツを使うっていうことがかなり有効だよねっていうことが、書かれてあると、なるほど。でその中で、今、このね、やってる地域スポーツコミッションみたいなのの、こう質の向上を、していきましょうっていうことだったり、いろんな外から、こうコミッションを通してスポーツで大会とか合宿を誘致するみたいなこともそうだし、逆にその住んでる地域の人向けの住民サービス、これは例えば総型スポーツクラブみたいにね、この動画見られてる皆さんもそうだと思うんだけど、総型クラブを作りたいっていうのは、中で地域向けのサービスをされてる方々、そういった人たちにとっても有効だし、で、もちろん外からスポーツ人を連れてくるっていうことに対しても有効だし、それ以外に、僕はその角モデルって呼んでる宮崎の角町なんかだと、それで移住者をスポーツで連れてくるとか、その移住者が、スポーツしながら、例えば農家さんのお手伝いするとか、空き家を掃除するとか、そういったその地域課題に対して、スポーツ選手たちがこうお手伝いするみたいな、そういったふうにスポーツから飛躍していろんなことをこうお手伝いするとか、そういったことが大変有効ですよということが書いてあるっていうことと、あとはね、結構これまたはっきり書いてて面白いなと思うんだけど、こういった地域スポーツコミッションとかね、そういった地方創生にスポーツを使うっていうところにおいて、こう地域おこし協力隊などの活用、そういったのでこう人材とか、の育成、こういったのを確保するっていうのを、国としては推進するというふうに、推進するってはっきり書いてあるので、これはもうまさに僕らが今までやってきたことではあるんだけど、こういったことをスポーツ省からもこう推進しますというふうに言ってもらえると、かなりいろんな地域スポーツコミッションだったり総型クラブの皆さんも、あ、こういった制度って使えるんだなっていうふうになるっていうのはね、すごくいいことかなと、思いましたということなんですけどね。なるほど。いや、もう本当この間 YouTube でちょうど地域おこしの話をされたと思うんですけど、本当にもうまさにこのことがだなっていう感じなんですけど、なんかその Facebook の下になんかそのスポーツ庁さんが、来られてた、タスクさんのところに来られてたみたいな、
モデルみたいな感じなんですか？ね、まあ、はっきりもちろんね、その角モデルとか宮城タスクモデルみたいなことはもちろんないんだろうし、はい、まあ、僕ら以外にもね、そういうのをやってる人はいるんだろうけど、まあ、実際にスポーツ庁さんとかスポーツツーリズム協会、まあ、こういったコミッションとかをね、よく管轄されてる協会の方々とかが、まあ、視察に来られて、で、やっぱり、なんだろう、珍しいんだよね、こう、単純にスポーツ合宿を誘致するとかね、それのためだけに、地域おこし協力隊使ってますとかコミッション作ってますっていうのは実はいっぱいあるんだけど、僕らみたいにそれで移住定住を促進してたりとか、空き家対策をするとか、農業の人手不足を担い手不足を解消するとかっていうことでスポーツを使ってるとか地域おこし協力隊を使ってるっていう事例は実は結構珍しくて、うん、でそういったのをちょっと一回いろいろ、まあ、話を聞かせてくださいっていうことで来ていただいて、でまあちょっといろいろバーっとこう話をして、で今ね、その代表を今コミッション代表してる、ねまあ、方がいるんだけど、方というか、まあ、石原という代表がいるけど、彼が、この前ねその名古屋でやった地域スポーツコミッションのシンポジウムでも、まあ、事例紹介をね、してくれましたけど、うん、まあ、そういった形で、僕らがやってることみたいのがねどん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 これいい使えるねこのモデルっていうことで、まあ、こういったね計画の中にもね入ってきてるっていうのはすごい嬉しいことだし、うん、実際まあやってたことがね、まあ本当にこういうふうに皆さんに活用していただけたらこのモデルがね、大変喜ばしいし、まあ、ぜひね三重さんうちの町でもやってよっていう声があったらね、ぜひ飛行機代だけ出してくれたら行きますんで、いつでも、うん、資格代はいいんですか？いらない、資格代はごめん取る、うん、ギャラはいらない、移動交通費だけでいいから、そこだけやってもらえればっていう、うん、ありがたいですね。ギャラもいらないからね、とりあえず、うん、いろいろこう行きたいだけなんだけど、ただただ、うん、でも本当になんかそうですね、地域おこしのこともそうですけど、うん、もうずっと言われてたことがもうなんかすごい大々的に出てて、うん、タスクさんが絡んでんじゃないのかっていうぐらい、うんうん、はっきり書かれてたんで、ね、すごいですね、うん、はい、まあ本当にやっぱりまあ、やっぱり珍しいんだろうね。この前 そのシンポジウムではあったけど、やっぱ直接スポーツをやってる人って結構いっぱいいるんだよね。やっぱりこうスポーツ合宿の受け入れスタッフとか、ね、うん、よく聞きますよね、うん、それぐらいだったらまあよくいるんだけど、そうじゃなくてまあ今回 そのさっき言った地方創生の立場から、まあね、逆転の発想で地方創生の立場からこうスポーツをうまく活用するっていうのが、まあ、まさに僕らはそのスポーツをどんどん使い倒してやろうっていうか、ね、スポーツでできることをどんどんやってやろうっていう感じで、ね、まあ、活用してるから、その辺がすごく面白がってくれて、で、うん、あ、それはもう本当角ほど、もうはっきり 言ってもらったけど、角ほど、うん、スポーツを使い倒してる自治体はないですって言ってもらった、うん、すごい嬉しいお言葉をねいただいて、なんか使い倒してるって言ったらなんか俺がなんかひどい人みたいなね、僕がひどい人みたいに、いい意味で、ね、いい意味でね言われましたね、うんうん、なるほど、まあ、なので、はい、そのクラブとか、まあ、その総合型クラブとかにとってもすごいいい話だなってこう見て思ったんですけど、そのまあ行政の、だから今まではこう自分たちからアプローチしないといけなかったとか、ってことですよね、向こうから積極的にやってくれるっていう、うん、まあ実際ほら積極的にねやってくれることも事例も多分出てくるだろうし、まあ、あとはなんだろう、もしかしたらこういうこと自体も自治体の人でももちろん知らない人いっぱいいるとは思うんだけど、まあでもこういう風になってきてるから僕らみたいなそういう地域のクラブを使いましょうっていう流れなんですよみたいなことが、まあクラブからもね行きやすいよね。今までだったらほら自分たちのスポーツ事業に予算くれみたいな、なんかちょっとたかりに行ってるみたいな感じだったけど、これを国としてやってるスポーツ政策の中に、あ、じゃあ僕らお手伝いしましょうかっていう風な形で行けるから、なるほど、うんうん、話が進めやすいですね。そうそうそうっていう感じだったら、まあ行きやすいよね。やっぱなかなか皆さんほら僕のとこ相談来る前、やっぱ一発目行政に相談行くのがちょっとハードル高いみたいね、みんな。そうですね、やっぱりそこが一番最初の壁ですよね、うん、そうだからね、やっぱ宮井さん行政に行くとき一緒に行ってくれませんみたいなたまにあるんですよ、やっぱそういう依頼がね。で、うん、ちょくちょく行くんです、うん、で、そうそう、まあ例えば何か講演会みたいなきっかけでもらって行きながらその自治体で喋るみたいなこともあるし、うん、で僕自体もやっぱりなんだろう、まあそのできればねクラブさんにそういった負担をしてもらうっていうよりも、
まあ、クラブと一緒に何か行政さんとか何か事業を取っていって、ね、クラブがそこで事業やりながら僕もお手伝いをするっていうのが仕事に、ね、やっぱまあ外のアドバイザーとかコンサルタントとしての立場があるから、うん、まあ、そういったののなんかお手伝いが一緒にできると嬉しいので、まあ、本当に旅費だけ出してくれたらというのはそういう意味でね、まあ、本当冗談みたいだけど結構本気ではあって、うん、なんか、ね、本当にもう全くほら一気に僕も全部知らない土地に全国ぐーって回るのもなかなか大変だから、そうですよね、うん、まあ、そういったね、その一緒にやりたいですっていう総合型とかコミッション作りたいですみたいな人に、まあ、読んでもらってね、なかなか行政さんと話してるけどちょっと具体的にどう話していいかわからないんですみたいなこととかね、まあ、そういったのがあればなんか最初の一歩目はね、まあ、お手伝いできることもあるかなというふうに思いますけど、うん、なるほど。いや本当にすごいと思います。うん、どん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 タスクさんの言ってたことが表に出てきて、うん、なんかどん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 遠い存在になっていって感じがしますね。逆にもなるほどですね。いやいや面白いですね。またちょっと、うんうん、どん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 こういうの出てきたらまた教えてもらいたいんですけど、うん、そうですね、ぜひお願いします、はい、お願いします、うん、ということで、はい、今日はそうだね、はい、この方針について、うん、聞きたかったのでありがたいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。またじゃあ、ということで、はい、皆さんもことちょっと投信のねリンクかなんかをまたこの概要欄に貼っとこうかなと思うので、何について今日話したんだろうっていうね、それまたリンクを読んでくれたら、あ、なるほど、こういうことかっていうのが分かると思うんで、ぜひ皆さん見てみてください。はい、ということで今日は、スポーツビジネスゼミは以上となります。ありがとうございました。